はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。もう朝？おはようございます。何でしょう。あっちこっちだ。有識ですね。サチハラか。サチハラオリジナルですね。まだアニメ化されてないけど、なんかアニメ化さ待望されてるっていう。中野あずさです。親がジャズ。これですね。エトアリアの闇。ライネさん助かったわ。おかえの愛はありがとう。にやか。そう。ところで、もう。そうね。さて。困ったわね。ハイエースされそう。誰だろう。というか気持ち悪い。お、先回りした。お、誰だ。魔法使い。え、どうなってんだ。どういう位置関係だ。パンチュウ。生徒に示しがつかないもの。頑張らないと。先生役か。朝のトレーニング、お疲れ様。どうだったかな。うん、頑張ってるわね。
作もいつも大変そうね。まったり過ごすか、アクティブに生きるか、それが問題だ。和風だな。うん、そのあら、ニアだ。あのええ、そうね。曲喪失？いや、すごいな、さくの反応。はいはい、うん、さあ、回想シーン。やれやれ。あら、声は三森すず子だな。みっち、まあ、千穂ともどもよろしく。あ、ケイは別にいいから。なんでしょうね、お格好暮らしのオーブ。行きましょう。風属性です。ニーナ、それでは行ってまいります。まあ、うん、おそらくはね。平行世界。いやー、そうね、ちょっといいかな。頼むよ。まあ、しから、悪いけど、というわけで。困ったわね。あら、怖がってる。誰？あら、待ってくれ。頼むよ。ええ。魔法少女になるとか。まあ。トロピカルユージ、これがトロピカルユージさんですか？これはちょっと怖いかも。これはやばいな。
減しませんよ。まずメインは収集クエストなんでさっさと終わらしておきましょう。焦らずに行きましょう。やっちゃいますよ。やっちゃう、意味深。勝利のポーズって、こうかな。やった、ありがとう。こんなに体があれだったのか、うん、そう脱いだらすごいんです。あら、うん、本気か、まったく。めんどくさい。こっちの世界ならではの面白いこと見つけたいな。うん、本気か。だから大事。ストレスで動くのか、これは。まあ今度はまずいね。あら、妙だな。え、誰、おかしいな、まさか。どうし、コピーされてるな、模造品かな。あら、異世界転生してきた人もいるな。お、まんじゅうが増殖してる。まったり過ごすか、アクティブに生きるか。小説。有識の長谷川文。したんだい。うん、まったく色は微妙に違う。まさか。うん、あら、まあね。うん、うん、任せてよ。厳しいだな。いや、おかしくない。うん、そんな、みんな任せてよ。張り切っていこう。ここまでです。守りもしっかりしなきゃ。ワンツーダウンアップ。ここまでです。守りもしっかり。
りしなきゃ。ワン、ツー、ダウン、アクション。ここまでです。お願い、間に合って。モーリー、アゲ、ヨー。長引きそうかな。やむを得ないね。まあ気にしない。うまくいくといいんだけど。どうかな、聞いたかな。うちの世界ならではの面白いこと見つけたいな。まあね。そう？いや、うん、そうだね。うん。おお、そうだね。ってことは、そうかしら。だからさ。お、ちっちゃい。まあ、そうね。困ったわね。いいじゃない。七夜さ言うな。そうかしら。キョッコ。思ったのだけれど。そうかしら。おお。いいじゃない。保証書。それは攻撃されそう。大丈夫。見た。地方ともどもよろしく。お。有識者が踏みでいいのかな。私もついてっていいですか。そうですね。勉強。どうして？成敗。大変だ。結構いつも通り。うん？
ジでか。いやふわー。え、普通じゃん。しょうもな。どんどん退治していきます。この案の通り、やっつけましょう。バトルシーン、容赦はしませんよ。どうかな、効いたかな。いくよ。スキルを順当に上げていきます。ここまでです。どれが強くても容赦もないからな。どうかな、聞いたかな。必要があります。モーリー、あげよー。ヒーローなんです。悪さは許しませんよ。いくよー。えいやー。守りもしっかりしなきゃ。私がなんとかしな、こうかな。勝利のポーズって、こうかな。よかった。そうかしら。その通りかな。おかしくないか。本物を待ち。まさか。ん？みんな。まったく。悪いけど。それは。儀式自体です。ってことは。何？おお。え？いつもマッチ、いつも通りと思った。だけど。そっか、正体バラしちゃいけない。違うよ。なるほど。本当だ。まったり過ごすか、アクティブに生きるか、それが問題だ。幸原。シーナ、行ってみましょう。私もお供いたします。どうだい。うん、ありがとう。ええ、まあね。うん、どういうこと。どうしましょう。え、何？キリン？まあ。うん？悲しいです。まずいね。しょーん。そんな。そうですね。うん。なるほど。はい。そうね。悲しいです。矛盾してる。どうしよう。重い。そんな。そんな。みんな一緒だから大丈夫だよ。ここは任せてください。
モーリー、あげよう。はあ、悪さは許しませんよ。いっくよ。皆様と一緒に行きます。参ります。キラキラの表よ。強かった。当然のこと、そこまでです。ちょっとでかかったかも、ボリュームが。強かったです。まったり過ごすか、アクティブに生きるか、それが問題だ。次が最終章です。静子、皆様、そろそろ出発し、うん、大丈夫ねえ。はあ、でさ、うん、なんなん？ん？あのね、お？おう、まずいね。ん？そうだよ。気をつけて。まずいね。ふーん。本当に？ふーん。うお！ほ。うん？ね。まあね。うん？えへへ。うん、ん？かな。いたずら、かっこ意味深。えへへ。なるほど。だから。ねえ。大丈夫だよね、きっと。悪さは許しませんよ。どうかな、聞いたかな。私も頑張るから。正面突破でいきましょう。今は我慢の時だね。私も頑張るから。出しちゃうのか。やっぱり過ごすか、アクティブに生きるか、それが問題だ。
すみません、ありがとう、助かった。月の伝票100。早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。つけは召喚チケットなり交換できる。素材はありますね。超進化中がある。魔法使いのシンボルだと6ですね。全部使ってしまおう。交渉成立。他星4キャラとも交換できます。最初のうちはこれがありがたい。気持ちのいい朝だな。300超えましたね。またな。はい、というわけで今回はこの生徒に示しがつかないもの、頑張らないと。異世界魔獣とエトアリアに迫る闇のシナリオクエストをお届けいたしました。次回はこの後編をやっていきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。